短期大学部幼児教育学科の熊田武史と言います。この授業は児童文化という授業になります。内容は1年間かけて人形劇を制作して発表するというものです。人形を最初から作るところから脚本、音楽、すべて学生の手によって作って、最終的には人形劇発表会ということで発表をしています。保育者を目指している子がほとんどですので、保育の中で活用できるようにということで人形劇に取り組んでいるんですが、ただその人形劇だけができるっていうことではなくて、人形劇を作っていく中で、人形を作る、ものを作るということであったり、歌を歌う、ということであったり、それからセリフを話すということで、そういった気持ちとか感情を込めて話ができる、そんなふうな、形で、保育につながるスキルアップをしてほしいなということを思っています。毎年、来ていただいて見ていただくのとやっていただくのとってことをしています。人形劇はグループにならなくても一人ででもできるということを知ってもらうため、それから一人でやるためにはどんな工夫をしたらいいか、どんなふうにお芝居をしていったらいいかということを、分かってもらうために見てもらっています。やっぱり知らない者同士でも協力すれば一つのものが出来上がるんだ、それから練習を積み重ねれば、いいものができるんだということを感じてくれたと思うので、そういった気持ちをつないでですね、社会に出ていってほしいなと思います。